FM アレスから敵艦船の接近してくる映像がリアルタイムで司令部の火力調整所へ送られてきます。火力調整所は主要な火力を効率的に使用するための調整場所であり、野戦統括部隊が装備する火力戦闘式統制システム、通称フックスを使用して各種手段により入手した映像などの情報から最適な火力戦闘手段を瞬時に判定して射撃部隊に指示を与えます。こちら火力調整所、エリア駅に接近する敵艦艇艦に富士教頭の火力戦闘を開始を開始を要は通話をご覧ください。敵の海上侵攻に対応する88式地対艦誘導弾システムの捜索協定レーダー装置を発射機2機が展開しています。このシステムは通称 SSM と呼ばれる長射程の対艦ミサイルシステムで、昼夜を問わず長射程かつ正確な対艦火力を発揮することができます。今日は左手をご覧ください。レーダー装置が目標の捜索を開始しました。このレーダー装置が入手した目標の情報に基づき SSM が射撃を行います。標的完了、目標付近の基地と発射場所12月 TOT 飛行機と44富士教授さんは対艦作業完了。前方スクリーンをご覧ください。発射準備を完了した88式地対艦誘導弾システムの発射機がミサイルを発射します。地上から発射されたミサイルは山や谷などを迂回しながら溶岩に出て平行度で飛行し目標に命中します。攻防作戦による対艦攻撃を回避した一部の敵艦艇および上陸用集艇が我が国の沿岸部に接近してきました。広場右手に16式多目的誘導弾、左手奥に中距離多目的誘導弾がそれぞれ展開しています。沿岸部においてはご覧の16式多目的誘導弾および中距離多目的誘導弾の射撃により敵集艇や艦艇から射下され接近してくる水陸両用車などを撃破します。前方スクリーンをご覧ください。火力戦闘式統制システムを活用して火力調整所から示された射撃リングに戻す敵の集艇に対して広場右手の16式多目的誘導弾が射撃します。別の地域で地上監視を行っている中距離多目的誘導弾の車両から転送された敵の情報に戻す。広場左手奥の発射機が射撃を行い敵集艇などを撃破します。前と前に時計だろう、こっち前と前に来る分かる
レーザー J 弾を使用した対地攻撃は遠距離、高高度から火力を発揮することで敵対空火器などの射程外より正確な対地攻撃を行うことが可能です。作戦地域の近くで集中対地していた X 対戦闘機は敵の対空火門の状況から適切な接近経路を設定して進行しています。大抵航空をご覧ください。
できるだけの敵役なんです。例えば地上攻撃における各種戦術モードおよび戦火拡張についてご覧いただきます。はじめに偵察小隊の行動の一面についてご覧いただきます。偵察部隊は隠密行動または強行突破により敵警戒線の後方に潜入して偵察活動を行います。本日は火力を発揮して敵の警戒線を強行突破する要領をご覧いただきます。まず襲撃部隊が不意吸収射撃により敵の混乱を消滅して、これに応じて